武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、防衛大学校の倫理政治経済の勉強について話していきたいと思います。倫理政治経済ですが、時間90分で大問が6題、出題されています。で、問題の構成としては、まあ、あの選択、などの問題もありつつ記述が、中心の、問題と、なっています。で、その記述問題に関しては割と、まあ、基礎的な、ものが多いので、まあ、センター程度のことが記述でも書けるようぐらいの力があれば十分対応できるレベルかなというふうになります。なので基本的な学習としては、まあ、センターレベルのやり込み、基礎知識の習得およびセンターのやり込みという形ですね。で、ただですね、ちょっとあの特に時事関連は国際情勢に関しての特に部分に関してはしっかり入れておかないと、まあ、対応できかねない、できかねる問題が結構出てくるかなというふうになりますので、この辺の基礎知識をしっかり、叩き込んでおく、まあ、あの現代社会の最新時事などの、もの一つ読んでおいて、まあ、最新の国際情勢などしっかり押さえておくように、しておいた方がいいかなとは思います。で、まあ、問題を、見る限りでもそのいや知らない、全然聞いたことないみたいなものが出ることっていうのは、まあ、ほぼないので、基礎知識をちゃんと、人と入れて、まあ、出されている形式でどれが出たとしてもちゃんと答えられるように、記述だったり選択だったりですね、まあ、どれが出てくる可能性もあると思うので、まあ、それに合わせて、答えられるように、学習しておきましょう。以上が倫理政治経済の勉強となります。